どんな経験があるかな、それをしっかりと掘り下げて次の仕事でも活かせるノウハウはないか、共通点はないか、それをぜひ探していただきたいと思います。講師を務めたのは佐賀市のコンサルティング会社の社長福成由美さんです。福成さんはキャビンアテンダントや介護職員などの経歴を持ち、自身も結婚・出産を経験した一児の母です。セミナーには県内の女性およそ20人が参加。福成さんは働いていない期間をブランクと思わず、育児などを経験しさらに成長した自分が見せられると前向きに捉えてほしいなどとアドバイスしました。主婦をしている中でもキャリアが積み上がっているというか、そういうふうなことを考えたことがなかったので、生かしていけたらいいなと。人生を楽しむための一つの手段としての仕事っていうふうに捉えていただくのもいいかなと思いますし、ぜひママの力を使って進めていただければな。また参加者はグループに分かれて面接を練習し、印象をよく見せるための自己紹介の仕方などを学んでいました。